さあ戻ってきましたね。みんな赤坂じゃない。結局ホズミに行って、こっちに戻ってきて、ああ結局10円高くついたとか290円高くついたけど、ってことですけど、いやでもこうパッと見渡した限りないよね。美濃赤坂は現金でないときますよね。トイカ使えませんよっていう案内が。これはなんかそこら辺にでかく欲しいですよね。いや あそこの奥にちらっと書いてあるけど、こんな感じでちらっと奥に書いてありますけどね。ちょっと改札の手前に書いといて欲しかったなってのが本音かな。